なんだお前、楽しいのか？楽しいのか今の。もう一回やってみて、もう一回やってみせてよ。どうもこんにちは。可愛い猫ちゃんとね、今日はね、遊びながら配信していこうかなと思っております。ちょっとまあ特に話すことはまあないと思うんですけどもまあ適当なことをね話していけたらなと。この猫ちゃん多分前にも話したと思うんですけど、そらくんっていうね、捨て猫を拾ってきた感じの猫になりますね。だいたいね生後3ヶ月ぐらい経ったかな。うん、な、今日はねこのビニール袋与えてみたんだけど、どういう遊び方をするかなって思って、ははお、なんだお前楽しいんか。楽しいんだなお前楽しいんか。俺のほうきてんのもなんもねえぞ。おもちゃ全部投げちったからな。こら、人の足で詰めとくんじゃねえな。何しんだお前、おもちゃじゃねえぞ。ねえお前、チュパチュパしてんの。いてえいてえお前、何噛むんだお前、噛むのかお前、いてえなお前。おもちゃを、これそら、どのおもちゃで遊びてえよ。これか、やっぱこれか。おもちゃがいっぱいだな。これは隠しとけ。俺。なんだ、モフモフ棒がいいのか。ほらこっちやぞ。好きだなこのおもちゃな。
あれ？すな。来てくれ。ちょっともう一個ビニール膨らませるか。ちょっとカメラ立てますね。遊んでこい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って縛れんの。お前背中乗るな。爪がお前伸びてきたな。できたやつは？ほら。おいで。おもちゃがいっぱいだぞ。なんだ。なんだ、来ちゃうのか。しょうがないな。（笑）お前動きが素早いな。ほら。なんだ。
ょっともうちょっとカメラの位置下げるか。猫視点。ちょっとマイキメここに立ってみなさい。お前何やってんの。そら。お前自分で自分の足感じたろ。ほら。なんだ。なんだ。いいよ。どうしても俺の手がいいみたいだな。な。なそら。な。持ってこないんかい。今日はそういう気分じゃねえか。そら。一応ね、今この配信枠を、まあ、撮っているわけではあるんですけども、今ね人待っててね、一応迎えが来たらこの配信を終わりにしようかなとは思ってるんで、まあ、とりあえずできる時間までやろうかなっていう感じですね。うん、時間が来たらそらくんとは今日はお別れですね。な、おい、ビニール楽しいか、楽しいか、楽しいんだな。そら、おいで。早い。おい、こら。そら。おい、いきなりお前背中乗んのは反則だよ。なあ、何してくれてんだお前。俺の体はアトラクションじゃねえんだぞ。分かってるか。カメラの位置ずらしいの。おもちゃ持ってきて。おもちゃ持ってこないの。おもちゃ持ってこないのか。よし、行くぞ。そら、透明。そら、持ってきて、それ。そら。いくよ。
ったら、ほら、楽しいか、楽しいんかな、ほら鮭もあるぞ、鮭も。何を狙ってるんだい。何を狙ってるんだい？なあ、スラ君。お前は無限に遊ぶな。な、疲れないのか。な、ピシッ。なんだお前、ビニール袋気に入ったんか。すごいね、ジャンプしてこいきたのか。そら、ほい、もう一回やって、もう一回見してよな。そら、そら、いや、ほい、そら、もう一回いくよ。はいよ、どこ見てんだ。お、楽しさが分かってきたか。さら、さら、ほい、
前カメラ倒してんじゃない。パワフルボーイですね。ちょっと面白い。そら面白いものが見れるかもしれない。お気に入りの場所ですね、最近のこのあぐらをかいた足の中にすっぽり収まるのは。そらくんのお気に入り。あ、そろそろ来たかな。はい、じゃあね、今日はちょっとここで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。